はい、皆さんこんにちは、マタルグルフィッシュです。今回はギレンの野望中の独立戦争期連邦軍編の続きをプレイしていきましょう。まだ見れていないムービー31番と34番を見ていこうという企画になります。でここまでバウアクーという攻略済んでいますので、続きとして早速グラナダ攻略作戦を発動していきます。でグラナダを落とした後にですね、サイド3ジオン本国へと攻め込んでいきましょう。攻略作戦案を設定してください。ムービー31番と34番を見るのに条件として設定されているエルラン中将の中性値はすでにクリアしています。まあ、ただまだ埋まっていないという状況なので、最後までね、一応攻略をしてみて埋まるかどうかっていうのは見極めていきたいと思います。ちなみにそのエルラン中将はですね、念願の大将へと昇進しています。今回のこのグラナダ攻略戦に関してはですね、エルラン大将の艦隊は今再編中なので出撃はさせる予定はないんですが、ジオン本国への決戦に際してはですね、エルラン大将ちょっとね、このマゼラン級の戦艦に乗ってもらって出撃をしてもらいたいと思います。さてグラナダに進攻するのはアムロがいるこのレヴィル将軍の部隊になります。でさらにですね、まあ、誰の部隊に艦隊を送り込もうかなと悩ましいところなんですが、まあ、偏見艦長のところはですね、優秀なパイロットが多数いるんですが、部隊数がちょっと少ない。ライヤーのところにヤザンとライラーがいるので、まあ、ここを投入しようかなと思っています。あとはブレックスのところも、まあ、使えなくはないかなと思うんですね。さあ、では、まずは、レヴィル将軍の部隊から発進させていきます。では、部隊がグラナダに到着しましたので、攻略戦を仕掛けていきましょう。ここもアムロ中心にモビルスーツ隊を、どんどん先行させていきたいと思います。で、間髪を入れずにですね、サイド3本国攻略に向けて、準備をね、していきたいかなと思います。では、作戦開始です。まあ、ヤザンもガンダムに乗ってますし、ライラもガンダムに乗ってるし、アムロもガンダムに乗ってるっていう状況です。で今、G3 ガンダムをですね、まあ、何機か生産を行っているので、まあ、アムロやヤザン、ライラといったエース級のパイロットにはこの後ですが、G3 ガンダムへと乗り換えをしてもらいたいかなと思います。アレックスも今イベントが実は並行して進んでるんですけども、まあ、おそらく間に合わないかなと。サイド3ジオン本国攻略の方が先かなと思います。敵はもうここまで来るとギャン、ゲルググ、まあ、あとはリックドム、ツー、ツバイ。まあ、このあたりがおそらく中心戦力になってくるかなと思いますので、あんまり先行しすぎるとですね、ペガサス級といえども、一瞬で落とされるっていうことがあるので、まあ、しっかり、このスキル粒子を巻きながらですね、モビルスーツの展開場所というのを考えていきたいかなと思います。まあ、それはマゼランでも同じことが言えますね。まあ、マゼランといえども、まあ、ギャンやゲルググ、リックドームなんかの集中攻撃を受けるとですね、あっさり、まあ、撃破されてしまう恐れというのがあります。味方戦力なんですけども、量産機はすでにジム宇宙戦士用、これが中心になってます。でそれ以外で言うとガンキャノン、それにですねジムスナイパーはジムスナイパー2まで来てます。これらがね、主な主戦力になってますね。おっと、いきなり敵モビルスーツ隊に取り憑かれたな。ここは防御で一旦しのぎます。マゼランといえども3分の1レベル将軍のペガサス級は、どうだろう、3分の2以上削られてますかね。ちょっと危険ですね。では、ちょっと早いですが、モビルスーツ隊展開していきます。
本当だったらね、先に当てたいかなっていうところなんですけどね。一部部隊はどうだろう、このまま行くとおそらく敵の先制攻撃を受けてしまうかなという感じがちょっとします。まあ、ただそれも仕方なしかな。あまりね、先行させると今ご覧いただいた通りですね、戦艦が先に敵の攻撃にさらされるということに、まあ、なってしまうかなというのがあって、それだとあっさり落とされるっていうのが、まあ、今見ても明白だと思ったので、ここはですね、まあ、ちょっと早めに展開して味方モービルスーツの損害が出たとしても母艦を守ることを優先したいと思います。ではモビルスーツ隊全機発進しましたので、ここからモビルスーツ戦へと移行していきます。ユングもですね、ガンダムになってます。まあ、アームロほどではないですけど、まあ、かなり使える優秀なパイロットと、ラコックのグアジン級撃沈ですね。アームロもランバラルをここで撃破。マチルザさんはジムスナイパー2へと乗り換えてます。前回まではね、マチルザさんも勇敢にもジム宇宙船仕様で接近戦で戦ってたんですけども、ここに来て、いよいよ射撃に強いジムスナイパー2へと乗り換えてもらってます。ジムキャノンが取り憑かれてるな。ゲルググの攻撃だとこれ、やられるかもしれないですね。損害がやっぱりある程度広がってきそうな気配がちょっとします。射撃戦ではジムスナイパー2最強クラスの強いですね。これね、マゼランが落とされる。もうちょっとマゼランの位置下げないと危ないですね。という感じでちょっと厳しいモビルスーツ戦になりそうです。もうちょっとの間辛抱が必要ですね。今互角だと思うんで、敵をねちょっと打ち減らしていきたいと思います。この後のアーバワーク戦、ジオン本国サイド3戦を睨んでですね、やっぱりガンダムのアムロとかが負傷状態になるのは防ぎたいので、まあこのユングもそうなんですけども、エース級であってもちょっと2列目ぐらいに下げた方がいいかもしれないですね。特にユングはもう次撃破されてしまうかもしれない、まあ、そういう位置にちょっといます。ここにいたギレンですね、まあ、チベ級に乗ってたと思うんですけども、ね、そのギレンを撃破しました。ヒトラーの尻尾だったというわけか。ギレンの撃破で鉱石地めちゃくちゃ稼げますからね。これで前線に出てきていた敵部隊は一掃しました。あとは基地中心部にいる防衛砲台等々を撃破すれば終わりですね。さてキシリアはドロス級の巨大空母に乗ってるみたいなので、これアムロに仕留められるかちょっと見てみたいと思います。キシリアも倒したらね、
この石柱めちゃくちゃ稼げそうですもんね。で、支援攻撃も当てつつ、どれくらい、ね、この泥付けの空母にダメージが与えられるか。まあ、できればもうここでね、撃沈まで持っていきたいですけどね。撃沈できたようです。さあ、もう残ってる敵は本当に防衛砲台ぐらいなので、このまま撃沈を撃破をしていきます。はい、これでいよいよ、残すところサイド3本国だけとなりました。今戦ったレベル将軍の部隊はですね、ちょっと戦力を補充してすぐに、サイド3へと向かってもらいたいと思います。グラナダ基地の制圧に成功したことで、我が軍はサイド3に対しより有効な作戦を展開することができます。グラナダ基地からのサイド3攻略作戦を検討してください。はい、というわけで、では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をお届けしていきたいと思います。次回最終回ですかね。